別と31233、10本、30打点、OPS710。やばい、さすがにきつい。一塁にコンバートしてから成績巻き直せるかどうか。一塁でこの成績入らんやろ。坂本が異常なんよ。休ませろ定期。休んでも変わらない定期。どこか壊れてるんか。ここまで成績落とす感じのスタイルやなかったが。早熟すぎ。衰えるのが早くね。年度別 OPS アンチオツ今年不調なだけで来年復活するから。かつての不調年が今だと好調になるのか。セカンドで OPS1 超えの年が3年あるってやっぱレジェンドやわ。困難でも残留嬉しかったからやめたくなるまでおってけどさ。いてもいいけどスタメン3番固定がね。7番くらいにいたら良い選手だと思う。こういうタイプも珍しいな。普通は走力が衰えても打撃技術は円熟味を増して率は残せるんだが。去年までは威圧感で支給もらえたけどそれすらなくなった。盗塁と目やろ比較対象の柳田や坂本は割と早く盗塁しなくなったし。